丸に三つ王義かつばた、定時、岩井半四郎は、歌舞伎役者の名跡。矢後は山戸屋。縄文は丸に三つ王義かえは、柿きつばた定時。縄文の丸に三つ王義は、初代の聖火が王義賞だったことに由来する。岩井半四郎は、初代から三代目までが、上方歌舞伎で活躍する立役で、大阪岩井座の座元も兼ねる。 大名石として知られていた。四代目以降は、系統が全く異なるばかりか、後期江戸歌舞伎から明治歌舞伎において、岩井半四郎はお山を代表する大看板の一つとして知られていた。三代目半四郎は娘、おまんを四代目、市川段十郎の後添えとして嫁がせていたが、宝歴十年にこの娘と向こうを江戸に尋ねると、そこで隠ししてしまった。 この知らせを、大阪で聞いた、初代、中村富十郎は、岩井半四郎が耐えてしまうことを惜しみ、自身の皇帝で養子に迎えていた二代目、岩井半之助に、この大名跡を襲名させることにした。富十郎は、初代、半四郎の孫娘を妻としていた縁から、岩井家のことは人ごとにはできなかったのである。これに納得できなかったのが三代目半四郎を見取った。 お松と丹十郎だった。彼らも、また当然のことながら、岩井半四郎が耐えることを憂い、この大名跡を襲名するにふさわしい役者に思いを、回らせていたのである。それは、丹十郎の皇帝で、一座では、自らの相方として、常に傍らに置いていた二代目、松本七蔵というものだった。丹十郎にとっては、自身の前々名を二代目として襲名させるほど目に、 かけていた役者で、一座には他に、相方が務まるお山はいなかったが、それでも、本人の将来を考えて一働きしようと決意した。相談もなく、養子に、岩井半四郎を襲名させたことについて、丹十郎からその経緯を問われると富十郎は、返答に苦慮した。いかに妻が十姉妹同士とはいえ、先代の娘を妻にしている丹十郎の言い分の、方が、 筋が通る。そこで、富十郎もあえて争わず、養子には、岩井半四郎を返上させて、代わりに、自身の義父の名跡、中村慎五郎を襲名させた。これを受けて段十郎は、二代目七蔵を妻、お松を介して、岩井宗家を相続させた上で、改めてこれに四代目、岩井半四郎を襲名させたのである。 岩井半四郎の名跡は十代目が亡くなった後、後継者がなく、しばらく空席となっていたが、2020年に十代目の娘で女優、日本舞踊家の岩井由美が、日本舞踊の名跡として、これを継ぎ、十一代目を襲名することを発表。同年5月に、東京、国立劇場で襲名披露公演を開く予定であったが、 新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響を受け、襲名を1年に延期した。岩井由美が、新型コロナの影響で、11代目、岩井半志郎襲名披露公演を1年に延期。スポーツ放置、https、放知ニュース、アーティクルズ、2020万416オート 1t5 万205、html2021 年1月28日、閲覧。 ありがとうございます。